皆さん、こんにちは。ジュニアグループの中で随一の人気を誇っていると言っても過言ではない今注目のグループ HiHiJets。 23年と今年は全国アリーナツアーを行うなど精力的に活動を続けています。しかし、そんなグループの人気メンバー高橋優斗さんが10月1日をもってスタートエンターテインメントを退所することを発表しました。残された4人のメンバーはこれからどうしていくのでしょうか。今回は HiHiJets の残りのメンバーの今後の動きについて調査してみましたのでご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。芸能タックル。9月19日スタートエンターテインメントはオフィシャルサイトを通じ高橋海人さんのグループ脱退、事務所退所について発表しました。同社は昨年高橋本人から事務所を退所し、これまで学んできた経験を糧に新たなフィールドで人生をかけた大きな挑戦をしていきたいと将来についての相談がありました。その後も高橋本人、HiHiJets メンバー、会社間で話し合いを続けた末、本人の意向を尊重し新たな道へ高橋を送り出すという結論に至りましたと本件の経緯を説明。高橋さんの退所については、弊社としましても高橋優斗自身が選択した環境で今後活動できることが最も大切なことだと考えておりますと立場を示していました。そして高橋さん本人もジュニアのファンクラブサイトで動画でメッセージを投稿。本当に長い時間をかけてたくさんの方とお話しさせていただき、メンバーともたくさんの時間の話し合いを重ねて今回の決断に至りましたと語り、皆さんのおかげで高橋優斗のアイドル人生は最高でしたと頭を下げていました。今後に向けては、一人間高橋優斗として皆さんが応援していてよかったなと思っていただけるような人間になれるように、高橋優斗らしくギラギラたぎって爆心していきますと語っています。高橋さんは2015年高校1年生の時に芸能界入りし、翌年にグループに加入。俳優としても日本テレビ、リモラブ、普通の恋は邪道、フジテレビ、彼女は綺麗だった、などに出演し、昨年10月期には日本テレビドラマ、君が死ぬまであと100日で、ドラマ単独初主演を果たしています。また、プロ野球、DeNA の大ファンとしても知られており、3年連続で始球式を務めるなど野球関連でも活躍しています。今回の高橋さんの退所発表にファンからは、ベイスターズファンという共通点から高橋優斗くんを知りました、ハマスタにはいろんな芸能人とそのファンが来るけど、優希さんほどベイスターズ愛の強い人はいなかったし、それを知ってるファンの方々も本当にマナーが良くて良い印象しかありませんでした。またファン代表として様々なところでベイスターズを盛り上げてほしいです。優斗くん寂しいなぁ。ハイハイは良いグループで絶対デビューしてほしいグループだし、もっと早くデビューすべきだったと思う。これからも優斗くんらしく頑張ってね。残りのメンバーも応援します。そろそろデビューだと思って楽しみにしていたのですが、とても残念です。ドラマも良い役を演じていたし、俳優としても期待できたので、今後退所した後どのような活動をするのか、何に挑戦したかったのか、とても気になります。他事務所ですぐにデビューできたとしても、その後の活動が思い描いていたものになるかどうかは今後の努力次第なので、頑張ってほしいです、など、これからの活躍も応援するという声であふれていました。そんな中で今ファンが最も気になっていることといえば、今後 HiHiJets はどうなるのかということでしょう。 HiHiJets のまとめ役のような立場で人気メンバーだった高橋さんがグループを抜けるということで、デビューできるのかということが心配されています。4人はアイドル感ないしきついよねという声も見受けられました。残されたメンバーがこれからどうしていくのか、 HiHiJets メンバーと
他グループとの関わりなどについて深掘りしていくと、ある可能性が浮上してきました。それが現在行われているタイムレスのオーディションを受けてグループ入りするメンバーが現れるかもしれないということです。芸能タックル。ハイハイジェッツは2021年に東京国立代々木競技場第一体育館で初の単独アリーナ公演を開催し、22年には全員で主演を務めた ABC テレビドラマ全力クリーナーズが放送されました。また冠番組も持っており、現在はテレビ東京でハイハイジェッツのハイしか言いませんが放送されています。これ以外にもハイハイジェッツの活動は非常に目立っており、23年と今年は全国アリーナツアーも行うなど、ジュニアの中で最も人気が高く、次なるデビューの最有力候補と言われていました。しかし、最有力候補とは言われても、デビューまでの道のりが長すぎて、今回大賞を発表した高橋さんは、もう24歳です。15歳の時には事務所に入所していたのに、ここまでデビューできずに、ジュニアと言っていいのか、怪しい年齢になってしまいましたね。いつになったらデビューできるのかと悩んでいたことでしょう。これでは脱退、退所を考えるのも当たり前ですね。そしてジュニアのデビューといえば、今年5月には5人組グループの A グループが念願の CD デビューを果たしましたが、ハイハイジェッツはこれに続くことができず、今もデビューについての情報はないまま、またハイハイジェッツと関係性が深いと言われ、同時デビューが期待されていた同じくジュニアグループ美少年は、メンバーが起こしたシュークリーム騒動をはじめ、以降もプライベート写真が流出するなど、未だ問題が続いています。これではいつまで経ってもハイハイジェッツはデビューできない、ハイハイメンバーもそう思っていることでしょう。そこで浮上したのがオーディション参加への可能性というわけです。芸能タックル。実はタイムレスとハイハイジェッツの仲の良さについては以前から注目されています。メンバーの菊池風磨さんは過去出演したバラエティ番組にて、ハイハイジェッツメンバーの橋本涼さん、猪狩蒼弥さんに大活躍でしたと感心する場面がありました。番組内では世の中にあふれる様々なランキングの最下位に注目し、その最高なポイントを徹底調査するというテーマでトークが進められていたのですが、動物園にいる動物、餌代がかからないランキングのプレゼンターとして登場したのが橋本さんと猪狩さんでした。この二人のプレゼンターぶりについて菊池さんは、すごいなぁと思いました。10代なのにあの場所に立って芸能界の先輩方の前でどっしりできているなと思いつつも、ちょいちょいチャラさが出ていて、どうかみんなに可愛がってもらえたらいいなと切に願った次第でございますとコメント。彼らのキャラクターはスタジオの皆さんに可愛がってもらえてたと思います。これをきっかけに彼らの魅力がファンじゃない方にも伝わると思うので、ぜひファンの方からこの番組を周りにおすすめしてもらって、多くの方々に見てもらいたいですと呼びかけました。菊池さんはハイハイジェッツメンバーがメインキャストを務めるドラマ友達ゲーム R4 にも参加していたこともあり、がっつり後輩なので下手な姿は見せられないなって背筋が伸びますね。純粋に役者としてのびのびやっている姿を見られるのも楽しみなんですよ。僕はそんな彼らの姿をモニタールームからニヤニヤしながら見守りますと後輩たちへの思いを語っていました。また他にもハイハイジェッツメンバーの井上瑞稀さんがヨニのチャンネル、キュージャニのチャンネルにゲスト出演したことがあり、そこで入所のきっかけについて、僕尊敬する先輩山田くんで、入所のきっかけ山田くんなんです、と話していました。それを聞いた菊池さんは、山田くんでも坊主にしたことないよ、と返答。
2011年放送の TBS 開局60周年記念日曜劇場南極大陸に出演していた際、役柄として坊主にしていた井上さんの過去を掘り返したのです。さらに撮影が3時間巻いたのですが、菊池さんのことを待っていたと話す佐藤さんと井上さんに、なんかごめん坊主とかにすればいいといじる場面も。この時の菊池さんと井上さんの絡みに、視聴者からは坊主ネタいじり続けてるの面白い、こんなに水木くんがいじられるのなかなかない、後輩をいじる風磨くん楽しそうといった反響が寄せられていました。このように以前から先輩との関わりも深いハイハイジェッツ、このままデビューできるかもわからない、またデビューしたところでこの事務所のままで売れるかどうかもわからないような、そんなグループにとどまったままで時間を無駄にするよりは前に進む行動をした方がいいのかもしれません。果たしてハイハイジェッツはタイムレスのオーディションに合格することができるのか、今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それではまた。